今回はエビとアボカドと卵が入ったおかずのクレープを作ってみました。入っているものはアボカド、エビ、ゆで卵、レタスです。クレープと包装のピンク色のクレープ入れ以外の具材を説明しています。前回のクレープはいちごやクリーム、バナナなどスイーツ系だったので、ちょっとサラダ系のクレープも作ってみたいなと思って今回作ってみました。こんな感じに包むとなります。また他の具材を作ってほしいなどありましたらコメントで教えてください。材料は中細の毛糸、かぎ針は3号から4号です。編み図についてです。編み図は見にくいので表にしています。記号はこの通りです。1段目から表に沿って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みは省略しています。例えば5段目だと 3XV×6 となりますが、この場合は細編みを3つ増し目を6回繰り返すということです。今までたくさんの方に食べ物編みぐるみを作っていただきありがとうございます。皆さんが作った作品を共有できたらいいなと思うので、概要欄の URL から作品投稿ページに飛んでいただき、編んだ作品の写真を投稿していただきたいです。投稿していただいた作品はこのようにホームページで紹介したり、今後は YouTube のコミュニティにも投稿したいと思っています。ぜひお気軽に投稿してみてください。ではレタスの作り方を説明していきます。左手の人差し指に糸を2回巻きつけます。右手で一旦輪を持ち、左手の人差し指にかけます。中指と親指で輪を持って、かぎ針を輪の中に入れて糸を引き出します。もう一度糸を引き出します。立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みを編んでいきます。1段目は3つ細編みを編んでいきます。3つ編んだら針を外して、編み始めの糸を少し引いて、引っ張られた方の糸を引きます。編み始めの糸をもう一度引きます。かぎ針を元に戻して、このまま2段目に行きます。立ち上がりの鎖編み1目編んだら長編みになるので、まず細編みを1つ編み、細編みの左側の糸1本を拾って引き抜き、細編みを1つ編みます。これで長編みの1目目になります。2段目は長編みの増し目なので、同じ目に針を入れて長編みを編んでいきます。長編みはかぎ針に糸を引っ掛けて、このように2ループずつ糸を引き抜きます。増し目なので1段目の1目に対して2つずつ長編みを入れていきます。次は3段目です。同じように立ち上がりの鎖編み1目編んだら、細編みを1つ、細編みの左の糸1本を拾って、もう一度細編み。3段目は長編み、長編みの増し目の順番で編んでいきます。
今長編みの増し目を編んでいます。次は長編み1目、次は長編みの増し目です。これはレタスは前回作ったクリームと作り方はほとんど同じです。右の表に沿って8段目まで編んでいき、次は9段目です。9段目は長々編みを3つ入れていきます。最初の立ち上がりは、細編みを3つ重ねます。長々編みはかぎ針に糸を2回引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜いていきます。これを1つの目に対して3つ入れていきます。長々編みを3つ入れることでレタスのひらひらが作れたと思います。最後編み終えたら鎖編みを1目編んで糸を短めに切って輪を引き抜きます。この糸を編み地の中に入れて糸始末をします。とじ針に糸を通して近くの目に針を入れて糸を中に入れていきます。余分な糸は切っておきます。編み始めの糸も邪魔なので切っておきます。次は卵です。先ほどと同じように輪を作ったら1段目は6個細編みを入れていきます。レタスの時のように編み始めの糸を引っ張って輪を閉じておきます。輪を閉じるとこうなっていると思います。今回は1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は2段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、今引き抜いた目に針をもう一度入れて2段目は増し目から編んでいきます。2つ細編みの増し目、2つ長編みの増し目、2つ細編みの増し目で合計12目編んでいきます。最後の増し目を編み終わったら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は3段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、普通の細編みを2つ、細編みの増し目を1つ、
長編みの増し目を6個編んでいき、その次は細編みの増し目、普通の細編み2つの順番で20目編んでいきます。今半分編み終わったところです。最後の細編みの途中で止めて色を白色に変えます。左手で白色の毛糸を持って糸を引き抜き、1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は4段目です。4段目は3つ細編み増し目を2回繰り返した後、4つ長編みの増し目、そして3つ細編み増し目を2回繰り返します。最後まで編み終えたら糸を縫い合わせるので、ちょっと長めに切って輪を引き抜きます。後ろ側で黄色い毛糸ももう使わないので短めに切っておきます。とじ針に糸を通して1目目の頭に手前から針を刺し、最後の目の奥の半目に針を刺します。糸を引っ張って、これで片面の完成です。ちょっと適当に近くの編み地の後ろに糸を入れ、白色の編み始めの毛糸が抜けてこないように近くの毛糸で縫い合わせ、縛っておきます。編み終わりの毛糸も同じ感じで縛っておき、同じものをもう一つ作ります。もう一つ作った場合は白色の毛糸、編み終わりの毛糸は短めに切っておいてください。ちょっと邪魔なので短めに余分な毛糸は切っておいて、2つの編み地を合わせて縫い合わせていきます。こんな感じでコの字型になるように縫い合わせていきます。最後の段の頭2つの糸を拾っていく感じです。まあ、どのような縫い合わせ方でもいいと思います。ぐるっと一周縫い合わせられたところです。糸を編み地と編み地の間に出して玉結びをします。編み地の中に針を入れて引っ張って玉を中に入れます。適当に編み地の中に糸を入れたら余分な糸を切って完成です。前回作ったいちごと一回り大きい大きさになっています。次はアボカドを作っていきます。左手の人差し指にこのように糸をかけたら、
かぎ針を糸に当ててぐるっと回転させます。重なっているところを左手で一旦持ち、針を輪の中にくぐらせて糸を引き抜きます。この次の目からが1目目となり、鎖編みを8個作ります。8個作ったら立ち上がりの鎖編みを1目編んで、立ち上がりの目を飛ばした隣の目の上の半目に針を入れて細編みを8個編んでいきます。次は3段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、細編み増し目の順番で4回編んでいきます。3段目から6段目は4目ずつ目数を増やしていきます。6段目まで編み終えたところです。最後の細編みの途中で濃い黄緑色に毛糸を変えます。最後の細編みの糸の引き抜きを黄緑色の毛糸で行い、立ち上がりの鎖編み1目、7段目は5つ細編み増し目の順番で4回編んでいきます。編み端の毛糸は緩むのでちょっと引っ張っておきます。編み包んでいってもいいですし、最後編み端同士の毛糸で結んでもいいと思います。私は最後に編み端同士の毛糸で結んで糸処理をしました。最後まで編めたらこんな感じの形になっていると思います。鎖編みを1目編んで、この部分を縫い合わせるのでちょっと長めに糸を切って輪を引き抜きます。で、この薄い黄緑色の毛糸も最後縫い合わせるのでちょっと長めに切っておきます。先ほど言ったようにこの編み終わりの毛糸が抜けてこないように、編み始めの毛糸が抜けてこないように2回ほど結んでおきます。同じものをもう一つ作って縫い合わせていきます。先ほどの卵と同じ感じで縫い合わせていきます。糸がピューピュー出ているので、それをうまいこと中に隠しながら縫い合わせていきます。
濃い黄緑色のところが全部縫い合わせられたら、適当に内側に針を入れて、玉結びでもいいですが、私はちょっと糸が短くなってしまったので、適当に近くの糸と結んで抜けないようにしました。次は薄い黄緑色で残しておいた毛糸で最後内側の部分を縫い合わせていきます。糸が出てこないように中に入れながら、ちょっと端の方がちょっと穴が開きそうだったので、一回後ろに戻って縛るというか縫い合わせてからぐるっとさっきの方まで縫い合わせていきます。さっき右側まで、左から右まで縫い合わせていきます。最後まで縫い合わせられたら、ちょっと緩んでくるのが怖かったので、適当に1目拾って1回縛った後、内側に編み地の中にちょっと針を入れて、糸を中に入れ玉結びをして、針を出したところにもう一度針を入れて玉を中に入れます。適当に編み地の中に糸を入れて余分な糸を切ったらアボカドの完成です。色の感じが可愛いかなと思います。最後はエビの作り方です。こちらも同じように輪を作って6目細編みを編んでいきます。3段目まで編んだら、最後の細編みの途中で色をオレンジ色に変えて、次は4段目です。4段目から14段目までは同じ編み方になります。2つ増し目を編んで、編み始めの毛糸同士で抜けてこないように糸を縛ります。白色の毛糸はまた使うので切らずにそのままにしておきます。で、今増し目を2回編んだところなので、次は普通の細編みを1、2、3、次は減らし目になります。減らし目は手前の半目に針を入れたら、そのまま次の目の半目にも針を入れて糸を引き抜き、細編みを1つ編みます。これが減らし目になります。
減らし目を2つ編んだら、次は普通の細編みを3回編みます。1目めの頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は5段目です。5段目も同じ感じで編んでいきます。5段目の最後の細編みで止めて、次は白色の毛糸に変えます。糸を引き抜いて1目めの頭に針を入れて糸を引き抜きます。こんな感じで同じ編み方で2段ずつオレンジ白色の順番で編んでいきます。5段目まで編み終えたところです。オレンジ色の最後の毛糸はもう使わないので短めに切っておきます。16段目はすべて減らし目になります。最後、6目編めたら1目めの頭に針を入れて糸を引き抜きます。糸を短めに切って輪を引き抜きます。とじ針に糸を通して最後の段の手前の半目に糸を通していきます。6目すべてに糸を通したら引っ張って穴を塞ぎます。真ん中に針を入れて適当なところに出し玉結びをします。針を出したところにもう一度針を入れて引っ張り玉を中に入れます。適当なところで余分な糸を切って編み地を揉んで糸を中に入れます。これでエビの完成です。クレープは前回の動画を参照してください。こんな感じで今作った具材を入れてクレープに包み容器に入れるとこんな感じになります。結構エビのオレンジがアクセントになってカラフルで可愛いかなと思います。美味しそうです。
ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。